ねえ向井君、この後ちょっと話が。俺に？さきちゃん、ほら早く。大したことじゃないんだけど、旅行に行くとか言ってたから、もし本当に二股してるなら確かめなきゃ。やっぱり水瀬さんも一緒に来たんだ。さきさき、二股されてるんでしょ。は？あ！そういえばあなたって向井君とどんな関係？おい！ちょっと！何話してんだ？よく聞こえない！せめてまた。この状況は結局あなたたちどういう関係なの？さきさき、もう何なの？水瀬さんは何なの？水瀬さん？シュラボ。さきダメだわ。向井君、本気で二人を。あ、またね、シノ。やっぱりでもさき以外の子を好きになるなんて、友達の彼なのに諦められなくなるじゃない。二股